こんにちは、みな、ビルです。2年後ぐらいに日本語の勉強を始めたから、今年の日本語の上達の動画を作りたいと思っています。実は2年後の9月に日本語を勉強を始めましたけど、今晩は特に退屈だから今日作りたいと思っています。さっきの動画はスクリプトを作って日本人の友達から直してもらったから、なんか本当にどのぐらい日本語ができるかどうか試験ではなかったと思う。だから今回スクリプトを使わずに日本語で喋る予定です。さっきのトピックはどうして日本語を勉強した方がいい、どうして外国語を勉強した方がいいというトピックだったけど、今年に僕が習った日本語の勉強の上限というトピックにしました。上限が1つ2つ3つ4つ4つがあります。その前に僕についてちょっと話した方がいいかもしれないから、僕は高校の頃よくアニメを見まして、日本語にあまり興味を持ってなかったけど、大学に来て何の授業を取った方がいいかよく考えて日本語の授業を取ってみて、その後に日本語にはまるようになった。その後毎日よく勉強して、このレベルに達成しました。アメリカの大学から卒業してから日本に引っ越して、東大とか名古屋大学で宇宙論の勉強し始めて、研究のグループに入りたいと思っていますから、今から2年後本当に日本語が上手になりたいから毎日頑張ります。現在の僕はあんまり日本語で喋れないからもっと上達させたいと思っています。それでも日本語の勉強の上限について話しましょうか。一つ目は日本語を読んだ方がいいという上限です。それは当然だけど、僕は日本語の勉強者はそんなに読まない気がしますから、多分この上限を座った方がいいと思います。僕は大抵気に入るモザイクという漫画を読んでいますが、時々ハロートークという言語交流のアプリを使って日本人の日本語を読んだり漫画を読んだり、その以外に日本語をあまり読んでないけど漫画はいいと思う。なんか日本語を読むとたくさん単語を勉強したり、自然な言い方を勉強したり、楽しいから読んだ方がいいと思います。それは当然だったかもしれないけど。二つ目は、話すスキルを上達させたいものは話すべきだという表現です。僕は去年と比べて話すスキルが結構上達させた気がしますが、さっきの僕は日本語がまれに喋ってなかったから、このポーズをして文法の間違いがたくさんあって悪かったから、今年こそ日本語の話すスキルを上達させたいと思ってたから、たくさん会話の練習をして役立ったと思います。でも僕が住んでいるところは日本人がなかなかいないから、話す練習の相手を探すことは大変でした。でもハロートークというアプリを使って日本人と話すことができましたから、少しずつ毎日日本語で話して少しずつ上達したと思います。確かに
言語交流のアプリを使った方がいいと思います。なんか僕のようにテレアさんだったら多分顔が見えないアプリを使った方がいい。なんかハロトークとかタンデムというアプリもあります。それを使って日本人と電話で話した方がいいと思います。なんか分かる日本語と喋る日本語はレベルは違うから、僕の分かる日本語はこうやって、僕の喋る日本語はこうやって、いつも喋る日本語を追いつきたいと思っていますから、話さないとできないと思います。だから実は3番目は僕の何年かも日本語の通訳者だった友達から言われました。それはなんか辞書というサイトのような英語から日本語までか、日本語から英語までの翻訳のサイトを作る代わりに、本当の日本人の日本語から日本語まで説明したり、意味を伝わったりする国語辞典を使った方がいいと思います。その理由は、辞書とかを使うと日本語の言葉を英語で説明してくれるから、なんかニュアンスとか本当の日本人と思っている意味を伝わってないと思いますから、なんか国語辞典は日本語から日本語まで意味を伝わっていますから、ニュアンスとか本当の意味を勉強できますから、できるだけ国語辞典を使ってください。最後の条件は、新しい単語を勉強するという例文もメモっておけば方がいいと思うという条件です。例文をよく勉強すると、言葉の本当の意味を勉強できたり、ニュアンスも分かるようになったり、他の単語も勉強したりできますから、例文はいいことだと思う。それだけ。この動画は短い気がしますが、なんか座りたいことはそんなにないから仕方ないかもしれません。来年の動画にトピックなんてあればぜひ僕に教えてください。見てくれてありがとうございます。